こんにちは、モナルチャンネルのマサです。今日も動画をご覧いただいてありがとうございます。さあ本日8月24日25歳の誕生日を迎えました。ありがとうございます。朝からですね、ツイッターで、おめでとうって言ってくださったり、友達とかからもね言っていただいて本当にありがとうございます。いやー、25歳ですよ。今回は、25歳になったこの誕生日の節目に、もう気づいた方もいるかもしれないんですけど、その YouTube のアイコンとかね、 Twitter のアイコンをちょっと変えて、で今回いただいたプレゼントとかもあるので、そちらを開封していきたいと思います。ということで、まずプレゼントを開けましょうか。メインの方のね、動画を見ていただいた方は分かると思うんですけど、まずこちら、ゆうやからのプレゼントですね。今回はですね、動画見てない方ぜひ見ていただきたいんですけど、ドッキリを仕掛けられました。そして最終的にいただいたものがこちら、パパーン、任天堂スイッチ、ありがとうございます。さあ、マサゲームズは開かれるのでしょうか、ということでね、パワプロ君であったり、他のゲームもね、なんかこういうのやってくださいとかあればぜひコメントお願いします。ありがとうございます。そしてこちら、ちょっと前にね、ファンの方からいただきました。実はもうね、中身はチェックしてあるんですけど、こちら、パーン、見て、ボナールマサーズバトルマイブレイクタイムということで、水筒をいただきました。ありがとうございます。しかも青、いいっすね。で、見て見て、これ、なんでメガネって思ったんですけど、お手紙も入っていて、そう、マッサンがオフモードの時のメガネ姿も好きなので、メガネにしちゃいました、ということで、すいませんね、今かけてなかったんですけど、かけましょうかね。こちら、このメガネ姿ですね。ありがとうございます。いやー、やっぱね、運動してると水筒必須ですからね、これも愛用させていただきます。そしてこちら、ムーブのマネージャーからいただきました。さて、これはまだ見てないんですよね。何でしょうか。重さはね、割と軽いんですよね。さあ、お袋がでかい。何でしょうか、これは。失礼します。ほっ、おっ、ダダーン、何ですかこれは。お、うわ、これはめちゃめちゃありがたいですね。分かってますね。見てください、タオルです。しかもこれなんか冷たく感じるタオル、冷たく感じるタオル。表にはタオルの産地今治のコットンパイルを使用、普段使いのハンドタオルとしてお使いいただけますと。で、裏地にはネムール株式会社の接触冷感素材ゼロクールを使用。へえ、こっちは普通のタオルなんだけど、こっちが冷たく感じるっぽいんだよね。え、すごいすごいすごい。うわ、これはめちゃめちゃありがたいですね。僕草野球もやってるんで、ピッチャーとかやるとマジでめちゃめちゃ熱くなっちゃうんですよ。汗拭き用のタオルと水で濡らす用のタオルをね、いつも持ってってたんですけど、いや、これ1枚で済むと。いやー、こういう機能的な商品大好きなんで本当に嬉しいですね。ありがとうございます。こちらは何ですか、お手紙でしょうか。おー、マサさんへ、25歳のお誕生日おめでとうございます。僕も同い年ですが、こんなにクリエイティブな人は周りに一人もいません。わ、いや、さすがにそれは言い過ぎたと思うんですけどね。本当にね、ボナールのことを、なんていうんですかね、信頼してくださって、期待してくださるマネージャーなので、本当に僕らも、なんか困ったことがあればすぐマネージャーに相談しますし、本当になんていうんですかね、三人四脚でやってる感じなんですよね。本当にありがとうございます。8月9月と暑い日が続くので、熱中症対策も込めて超冷却タオルをお送りいたしますと。ありがとうございます。再生数も毎月伸びてきています。ぜひ一緒に成長していきましょう、ということで本当にありがとうございます。そうなんですよ、おかげさまでですね、ボナールチャンネル3456と300万回再生後半、350万回再生以上4ヶ月続いて、7月が過去最高で460万回再生ぐらいかな。で、今月8月は、このままいけばおそらく500万回を突破するだろうということで、
本当に皆さんのおかげでね、モナールチャンネルも楽しく一生懸命活動できています。本当にこれからも頑張ろう、ぜひよろしくお願いします。嬉しいですね、本当に。でそれからですね、知り合いの YouTuber の町本圭さんというYouTuber の方がいらっしゃいまして、でその方は僕らのね似顔絵とか動画にしてくれたりしてるんですけど、そちらの動画ねぜひ概要欄から見ていただきたいんですけど、こちらぜひお使いくださいということで、スターバックスのクーポンをいただきました。ありがとうございます。その他ね、 Twitter からもたくさんの DM なりリプなりいただいて、本当に嬉しい誕生日となりました。ありがとうございます。でせっかくなので、もう多分 Twitter とか YouTube このタイミングで変わってるとは思うんですけど、一応アイコンこんな感じです。ポン、結構お気に入りなんですけど、どうでしょうか。イメージはですね、まあまずこのシンプルな格好、なるべくサムネとかね黒白使ってるんで、まあサムネからも想像できるようなアイコンにしたのと、アフターエフェクツとかちょっと使いたいですみたいな感じでちょっとシェイプを入れてみました。三角とかね。でまあ、僕ボナールチャンネルではイメージカラーが青ということで、ちょっと水色のラインも入れちゃったりして、まあ、こんな感じになりました。背景は白で、まあ、服も黒でいい感じのこのなんていうんですかね、モノトーン感が出つつもちょっとシンプルすぎないと言いますか、そういったところは結構お気に入りです。これからしばらくはこのアイコンでやっていきたいと思います。まあ、せっかくなので25歳の目標でも話しますか。そうですね、25歳、まずはやっぱり YouTube で毎月再生回数を伸ばして、もっともっといろんな人に見ていただきたいっていう思いがもちろんありますと。で年内10万人15万人達成したいなっていう強い思いがありまして、そこに向かってね、まあ、ゆうやとマネージャーと、まあ、その他UMのスタッフの方々と一緒に励んでいるわけですが、個人的にちょっとやっぱり25歳、何かやっていきたいなと思っているのが、まず一つはやっぱり個人チャンネルをね、まあ、これは毎年言ってますけど、もっともっと更新していきたいと。で、まあ、少なくとも週に1本、週に2本、週に3本、4本更新していきたいなと思っております。で、なんか最近ですね、結構 YouTube をやってるとある種人と会うことが限られるんですね。ずっと家にいたりとか、まあ、もちろんゆうやとかとは会うんですけど、割とその会う人が限られてくるので、ちょっとね、まさかになるものをやりたいなと思いまして、まあ、僕が個人的にお会いしたい人だったり話したい人だったり、まあ、ある種応援したい人だったりっていうのをちょっと誘って、まあ、僕含めて3人とか4人ぐらいで毎月ご飯なんか行けたらいいなみたいな思ってます。でもう何人かね、あ、声かけてちょっと一緒にご飯行きたいなみたいな人もいるので、まあ、そういった方にはね随時声をかけさせていただいて、まあ、基本的にはまあ YouTuber、 ブロガー、フリーランスの方、まあ、などなど、何かしらその自分で頑張ってらっしゃる方に、まあ、声をかけさせていただいて、まあ、一緒にご飯なんか食べたいなって思ってるので、ぜひ、まあ、僕がもしね声をかけた際は来ていただきたいですし、逆に、まあ、ぜひ呼んでくださいなんて言ってくださる方がいればね、まあ、基本的には一回面識がある方がいいんですけど、まあ、ぜひコメントなり DM なりいただければ、まあ、気が向いたら返事してお声掛けさせていただきたいと思います。ということで、まあ、このチャンネルではですね、まあ、DIY だったり、まあ、最近は行けてないですけど旅のね Vlog だったりガジェット紹介だったり、まあ、なるべく僕の野球とはちょっと違ったね私生活的なところを発信していこうと思うので、ぜひねチャンネル登録高評価フォローよろしくお願いします。これから先ね Instagram だったりノートだったり、まあ、いろいろね新たな媒体での発信も始めていきたいと思うので、ぜひ25歳応援していただけると嬉しいです。ということで、ちょっと長くね喋ってしまったんですけど、これから、まあ、僕の個人の活動もモナールチャンネルの活動も頑張っていくので、応援よろしくお願いします。それでは本日も最後まで動画をご覧いただいてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。